エンタマ。どうも、大仏です。こんにちは。今日はコンテンツ制作者は教育者であれってお話をさせていただきます。コンテンツ制作をする段階でね、やっぱり僕たちは教育者じゃないとダメだと思うんですよ。で、教育者って何かって、もう教育者って多分これ見てられる方の中でいろいろね、先生とか高校教師とかたくさんおられると思うんですけど、教育者って何ですかね。僕たちが思う教育者っていうのは、まあ2つの条件なんですよ。で、1つ目はまず相手に気づきを与えること。まあみんなってそれぞれのセルフストーリーっていうか、まあ自分の限界、自分の世界ってこんなもんだって思ってるじゃないですか。で、その自分の世界、セルフストーリーの外側に出してあげる能力、これ気づきですよね。そういう能力を持っている人が教育者の一条件で、もう一つは相手を行動させられる人が教育者の条件やと思うんですよ。うわ、すごいこと言ってるなって思わせるだけじゃダメなんですよ。ただ予備校師がね、予備校講師が、相手がね、生徒さんが分かりやすく、生徒さんがこう分かりやすいように、授業構成をしてますとか、分かりやすい授業を作ってますっていうのは当たり前の話、大前提の話なんですよ。大事なのは行動させてなんぼじゃないですか。ギリシャのね、まあ昔の話なんですけども、そのキケロが演説終わった時に民衆はね、こう言ったんですよ。なんて雄弁なんだろうと。しかし、デモステネスが、民衆じゃなかった、デモステネスが演説終わった時に民衆は、さあ行進しようって言ったんですよね。どちらが教育者でしょう。どうもありがとうございました。どうも、彼です。今日の話はちょっといい話でしたね。教師たるもの、気づかせてあげられる人、行動させてあげられる人が本当の教師なんだよっていう話でした。僕の場合はどうですかね。学校の先生とかはあんまり思い出ないですけど、兄貴の言葉が未だいろいろ覚えてるのありますよ。黙って手動かせやって言われた一言で行動してますし、弱いなら弱がれな、強がってる時に言われたんでしょうね、多分ね。なんかすごい強がってる自分に気づかされましたね。で、兄貴にずっと歯向かってる時にこの言葉言われて、なんか自分の小ささを知ったみたいなね。まあそんな感じです。